はい、こんにちは、レトスノームです。今回はホームページご覧いただいているお客様から短期集中実力アップ講座受講したらなんで短期間で実力上がるんですか、ちょっとイメージが湧きませんというご質問いただいたので、まあ、それに対してできるだけ分かりやすく回答を解説させていただければと思います。で、今あなたがどのような教材お持ちになっているかわからないんですけれども、これは予備校も通信講座もあと市販の問題集テキスト全てにおいて言えるんですけれども、多くの場合がポイントが書いてあるんですね。ポイントがすごくたくさん載っています。ただ一方で理解すべき内容が載っていないんですね。これは私の無料の3問だったりとか分野別の解説だったりとか、そのような動画をご覧いただいている方はわかると思うんですけども、私が動画でお伝えをしている中で、あれこれ初めて聞くなとか、あこれってそういうことだったんだ、そのように思っていただける内容っていうのは意外とお持ちの教材には載っていなかったりするんですね。で、実はそのような内容がすごく重要なんです。それが理解すべき内容なんですね。で、お持ちの教材がそういった理解すべき内容が載っていない、ポイントだけ羅列されている、ポイントがたくさん載っているというのであれば、理解すべき内容はあなた自身で調べて付け加えていかないといけないんですね。例えば自分自身で調べたものを問題集の隅に書くとか、付箋で貼っていくとか、ノートに書いていくとか、そういったことをやって、でポイントと理解すべき内容がまとまって初めてこっから理解学習が勉強できるということになるんですよ。つまり勉強の流れで言うと、多くの方が問題集とかテキストでポイントを覚える、でその後理解すべき内容を調べる、でポイントと理解すべき内容がまとまったものをさらに覚える、で復習をしていく、こういった流れになる場合がもうほとんどです。で、ここ理解すべきポイント覚えるって書いたんですけども、まあ、これは覚えるなんですけども、これは理解学習なんですね。単にポイントだけを覚えるっていうのは丸暗記学習なんですけども、理解すべき内容も含めて覚えるっていうのはこれは理解学習なんですね。理解すべき内容を覚えようと思っても1回では覚えられないんですよ。ただ2、3回復習することによって定着していくんです。で、理解すべき内容を定着するともう忘れにくくなるんですね。丸暗記学習はポイントだけを覚えていくので、結局それって理由付けがなかったりとか具体例が頭に入っていなかったりとかしてすぐ忘れちゃうんです。この復習を何度やっても忘れちゃう、時間が経つと忘れちゃう。一方で理解すべきポイントも一緒に頭に入れていくと、それは何回か復習すると一定期間頭に定着するんです。だから理解学習をやっていきましょうってお伝えしているんですね。今から試験日までを考えたら、もう勉強期間って決まっているじゃないですか。勉強できる期間ってもう数ヶ月しかないんです。その中で効率的にやっていくためには、ポイントと理解すべき内容が載った教材、これを使っていけばもういきなりこっから始めることができるわけなんですよ。で、一番時間かかるところはどこかっていうと、理解すべき内容を調べる、これが一番時間かかるんです。私は独学で勉強してたんですけれども、1選択肢で調べるのに20分30分かかったこともありました。まあ、正直非効率ですよね。非効率だけども、このようにポイントと理解すべき内容が書かれている過去問集がなかったんですよ。だから仕方なく調べてたんです。私自身はこの理解すべき内容、ここをちゃんと頭に入れないと合格できないっていうのはもう事前に分かってました。それは試験の難易度だったりとか問題解説を読み進めていく中で、あ、これはもう丸暗記だったら合格できないなっていうのが早い段階で分かったんですね。なので理解学習に変えて過去問を見ながら、あ、どこまで理解しなきゃいけないんだろう、何を理解しなきゃいけないんだろうっていうところに焦点を当てて勉強してました。もちろん時間かかりました。まあ、時間かかったって言っても1年では合格できました。1回で合格はできたんですけども、やはり1日2時間とかは勉強してました。でもあなたはそこまでもう勉強する必要ってないんですね。なぜかというと、弊社の短期集中実力アップ講座は教材自体がもうこれなんですよ。ポイントと理解すべき内容が書いてあるので、こっから勉強できるわけなんです。だから短期間で
実力アップが図れるっていうことなんですね。半分の勉強時間で2倍以上の勉強効果を叩き出せるのが短期集中実力アップ講座なんですよ。もしあなたが現時点で理解すべき内容を調べているというのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。また理解すべき内容がわからない、どのぐらいの深さまで理解したらいいのかわからない、そういった方も短期集中実力アップ講座ぜひ受講してみてください。もちろん来年の試験を目指すというのであれば時間はありますんで短期講座は不要でしょう。でも今年の合格を目指すというのであれば数ヶ月しかないので正直調べる時間はないです。試験に合格するためには理解もしなきゃいけないし、さらには一定の問題量もこなさないといけないんですね。調べるのに時間かかって問題量をこなせなかったら合格できません。また問題量をこなしているけども理解できていなかったらこれも合格できません。どちらも一緒に上げていく必要があるんですね。それが短期集中実力アップ講座です。もしあなたが今年の試験絶対合格したいというのであればぜひ短期講座ご検討ください。まだ今からであれば今年合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。その他ご質問ございましたらこの動画の下の概要欄にお問い合わせページの URL 貼っておきますんでそちらからメールください。また私のメールアドレス、本日の3問とかを受け取っているというのであればそちらに直接返信していただければ私につながりますんでそちらからご相談いただいても構いません。まだ今年の合格目指せますんで一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。